勝利後の遠藤航活躍の一番の要因は〇〇。遠藤は、試合後にインタビューに対応。スーパースター揃いで、世界屈指の競争力を誇るチームにおいて、主力を担えている一番の要因は何か？と問われ、5つ挙げるのは難しいけど、守備のオーガナイズだったり、周りを助けるプレーだったり、奪う力だったり。もちろん前にパスをつけるところも含めて、周りの選手たちがどう個人の良さを活かせるかは、自分の中で一番意識している部分。自分の良さプラス、周りをどう活かすかは、今はすごくやりやすく感じながらプレーできているので、そこら辺は良い部分だと思う。遠藤が周りにも周りが遠藤にも適応してきたんだろうな。遠藤とファンダイク二人同時に外すわけにはいかないのはもう守備の要の証。遠藤はビルドアップ時に敵を引きつけて味方をフリーにする。自分はボールを受けない、または早めに横パスをすることでマクアリスターらを前向きにする。中盤の連携が効いている。遠藤個人がすごいのもあるけど、チームとの噛み合い方や味方との連携がレベル高すぎてびっくりした。遠藤とてつもないないずれなれるやろうと思ってたけど、ここまで適応してあげてくるとは。遠藤がリバポに適応したのはファンダイクの存在が大きいと思う。抜かれても1対1で止めてくれるから後ろを気にしなくてもよい。遠藤航は守備のことを多く言われるが、実は日本代表で一番縦パスが上手いのではないか。うまくいってない中でもクロップが使い続けてくれたから臆せずできたってのはあるだろうな。4冠取れたら熱いな。